ました素敵に見せて。この番組は私上田真澄と私松本ひろえの2人が中心となってお届けするビミセストークバラエティ番組です。ちなみにビミセスとは美意識の高いミセスのことです。毎回番組が今知ってもらいたいゲストを迎えて、普段ブログやツイッターなどには書いていない番組ならではのトークや企画などバラエティに富んだ内容でお送りします。放送はフレッシュとニコニコ生放送の2局同時生放送ですので、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いしますね。また中野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は今からでも遊びに来てくださいね。まずは出演者の紹介をします。私はモデルの上田真澄です。よろしくお願いします。はい、私は素肌美容アドバイザーの松本ひろえです。よろしくお願いします。そして2回目となる今回も素敵なゲストの皆様にお越しいただいております。はい、それでは純子先生、純子さんお願いします。はい、パーソナルトレーナー金星術師をやっております鈴木純子です。よろしくお願いします。サルサインストラクターをやっております矢沢ひろ子です。よろしくお願いします。ウォーキングインストラクターの吉高沙織です。よろしくお願いいたします。カメラ向かう、向かう、右のカメラ。はい、ジャズシンガーの明石千秋です。よろしくお願いします。はい、はい、今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。そしてこの、あ、ひろいちゃんごめんなさい、はいはい、お願いします。はい、そしてこの番組はテロップお願いします。テロップ出るかな、うん、はい、はい、地下鉄三田駅徒歩3分、美しい歯並びと歯の白さを実現できるピュアリオシカト、新宿駅東口徒歩5分、シミシワたるみはもちろん血液をきれいにする血液クレンジングなど、ハッピーエイジングを応援するセンススキンクリニック美容皮膚科の提供でお送りします。さてここからは皆さんに私たちのことをもっと知っていただきたいので、詳しく自己紹介をしていきたいと思います。まず私はモデルの上田真澄です。普段は顔ヨガ、ヨガ、見せるウォーキングとリメイクウォーキングのインストラクターとして活動しています。見せるウォーキングはコンテスト、パーティー向けにリメイクウォーキングは一般向けに、教えています。2017年にミセスジャパン日本代表になり頑張れ笑わせますよもう世界大会で10グランプリを受賞しました。趣味はゴルフです。よろしくお願いします。はい、私は素肌美容アドバイザーの松本ひろえです。毎日ノーファンデで過ごしています。もちろん今日もノーファンデです。綺麗、はい、ありがとうございます。綺麗、2017年にミセスジャパン日本大会のファイナリストに選ばれました。趣味は、体を鍛えることと最近始めたフラメンコです。どうぞよろしくお願いします。では
そして純子さん、お願いします、はい、鈴木純子です。パーソナルトレーナーと金星術をやっております。で下はですね、0歳児から上は80歳まで、80歳80代ですね。で保育園から老人ホームの施設を行ったりとか、あとはゆっくり、あれこれ老人ホームで行ったり、あとはですね、グループレッスンエアロビクスやエアロビクス、アクアビクス、あとヨガ、ピラティスなども行っていきます。でその他に雑誌や DVD の監修や出演も行った、あと講演会、ワークショップなどもやっております。それでですね、あと今ですね、 FM 八王子で毎週日曜日18時半から、関節夫のココトバウェーブという、これのナビゲーターを毎月最初の第一日曜日にやっていますので、次回が7月の1日になりますので、よかったら聞いてみてください。あとですね、パーソナルトレーニングは今主にですね、六本木ウェルネススタジオ、これを検索していただけると、こちらでも行っていますので、ご興味のある方よろしくお願いします。あとインスタがこの純子一鈴木ですので、フォローよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。サルサインストラクターのひろこです。私はですね、銀座のスタジオでレッスンをしてるんですけれども、なんかサルサっていうと皆さんなんかセクシーとか、手つなぐの恥ずかしいとかイメージがあって、ちょっとなんか敷居が高いっていう感じなんですけど、今日は私は口を大にして言いたい。サルサはめちゃめちゃ有酸素運動でコミュニケーションダンスなんですね。なのでこう皆さんどうしても最近こうね、いろんな機会を通してのコミュニケーションが多いと思うんですけど、実際に手と手を触れ合ったコミュニケーションダンスをね、ぜひ体験していただきたいなと思っています。そう、そんなことを訴えてですね、2017年、ミセスジャパンでは世界大会でグランプリをいただきました。さあ、素敵、ありがとうございます。すごい、もう一つ言いたいのが、そう、あのサルサレッスンって結構安いんですよ、ぶっちゃけ。そうで、そう、そんなお高いと思うでしょ。絶対高いと思います。なんですけど、男性は例えばね、お店に行って綺麗な女性とお話する、何枚も使うでしょ、もう2000円とか、イベントで1500円くらいで女性と手をつなげる、しかも綺麗な女性が自分の腕の中に入ってくる、楽しめる、そう、安くね、そう、安いでしょ。安いでしょ。しかもね、普段男性が女性を自分の思い通りに動かせますか？ません。思い通りでしょ？ならないでしょ？でもダンスだったら自分の思い通りに動かせるの、女性を。それをね、楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ひろこさん、ちなみに場所は？場所はね、どちらでやられてるんですか？はい、ですね、ここですね。東銀座、歌舞伎座のすぐ近くです。そうです。銀座ですか？そうです。銀座なのにレッスンが、1回2000円ぐらいから。うわ、安い。時間だいたい1時間から1時間半ですね。そうで、みんなでラテンバーに楽しく踊りに行きましょうということで、そう、これやっててボケない。素敵。サルサってどういうダンスなんですか？いろいろと踊り方があって、男性と2人で踊るのが基本なんですけど、1人でも踊ろうと思ったら踊れるんですよ。基本ペアがメインですね。素敵。ペアで踊るなんかね、見てみた。見てみた。ちょっと見たい。いやいや、ちょっと広瀬とさ、音あるかしら。音ないですか？なんか見たい見たい。頑張る。物壊したらごめんね。ちょっと蹴っ飛ばされないように。ちょっとね、すごい素敵すぎるわ。ちょっと緊張。すごい音楽。
お安さで、ね、今のサルサが習えるということで銀座までぜひ足を運んでいただきたいと思います。次は、ね、すごい盛り上がってあれなんですが、盛り上がったと思うんですけど、どうぞよろしくお願いします。はい、吉高沙織です。私はウォーキングインストラクターの傍らライフコーチというのをやっております。ライフコーチというのは、挑戦する女性ですとか、まあ、男性もそうなんですけども、寄り添う仕事です。で、女性をきれいにするには、まあ、外形、ウォーキングなど姿勢で外形を整えるももちろんのこと、心からメンタル面からと両方のアプローチをすることでより早く近道にきれいになります。ウォーキングで2時間自分の鏡を自分の顔をずっと見続けて歩くってすごいんですよ。なかなかなくないですか。ないですね。それがすごく自分の心にもあります。両方でやっていきます。そういった活動をしています。で、2017年ミセスジャパンファイナリストです。よろしくお願いします。では、ありがとうございます。ジャズシンガーの明石千秋と申します。普段、日頃ラジオパーソナリティとかもやっていまして、調布 FM 放送というところで毎週水曜日12時から3時まで3時間生放送、それから竹本孝之さんという方と一緒に竹本孝之ソングフォートゥモローという番組もやっています。この番組、竹本さんの番組に関しては全国の15局ネットで流しているので毎日聞けます。毎日再放送が聞けるということになっております。そんなこともやりながら、歌を始めたのは約7年前真面目にやり始めました。去年までは年間3回とかくらいしかライブやってなかったんですけど、今年は、月に1回ライブをやろうということで、ちょっと頑張っています。で、今年の3月は六本木のサテンドールで、歌を歌うこともできて、で、やっと念願の CD がすごい6月20日に、で、今日もちょっと持ってきてるんですけれども、あ、CD をありがとうございます。はい、どうぞ。もう去年の4月ぐらいからずっと構想し始めて、そこから始まって6月に、出そうと思って、もうプロデューサーもお願いしていたんですが、その後ミセスジャパンに出場することになり、ちょっとそこで時間が空いちゃったんですけども、まあでもミセスジャパンというコンテストも、人生初挑戦をさせていただいて、背が低いのに、日本大会ファイナリストまで選んでいただきました。それはなんかもう本当に身長とか年齢とかじゃないよみたいなところをね、みんなに伝えられたらなと思っています。で、今回のデイン・デイアウトというタイトルの CD を作ったんですけども、これはまあ来る日も、くれても開けてもくれてもあなたのことを思ってる、大好きだよっていう思いを込めてこのタイトルにしました。で、ちょっとあんまりジャズっぽくないジャケットの写真だと思うんですけども、ジャズをあんまり知らない方でもなんか気軽に撮っていただける、手に取っていただけるような思いを込めてこのジャケットにしています。で、こちら Amazon でも売ってますので、 Amazon 明石焼きって入れると、ここのホームページじゃないや、何、買うところ買うところ出てくるので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。なんかどんな曲入ってるのか、ね、聞きたい。12曲入ってるんですけど、12曲、大変だったんですよ、これ。すごい。そう、でもその CD って、お高くないですか？なんか12曲も入ってるって、なんか聞きたいんですよ。お高くなんかないんですよ。お高くなんかないですよ。1枚たったの2400円プラスで。2枚買ったらどうなるんですか？あれ、ちょっと待って。2をかけると、2をかけると4800円。え、それ普通かけるで、あれ安い、2枚買っても一緒でしょ。2枚買うと5000円とか高くなるから、変わらず。でも今日ならサインしてもらえるとか。そう、もちろんね。今日買ったらサイン、サイン、千秋さんのサイン付きです。聞きたいね、中身ちょっとどういう曲かね、ちょっと聞きたいですよね。でもほら、ぜひ歌ってもらいたい。歌いたい。無理じゃない？無理？無理？ちょっとやばな。じゃあ私が歌う。
私が歌う。じゃあ私が歌います。私が歌います。私が歌う。じゃあ私が歌う。じゃあ持ちます、ね、はい、はい、ありがとうございます。歌っていいのかな、はい、ちょっと今日はじゃあセクシーな曲を選ぶ。やったどうかなーなんて思ってるけど、何の曲が出るか分かんないんだな、これ入ってます。何の曲が出るか分かんない。あれ知らないから、あ、でもさ、ね、大変、何の曲が出るか分かんないという、お楽しみ、サプライズお楽しみ。もう本当にライブ感ありありでしょ生放送感ありありですけど、サルサ、サルサ、じゃあサルサの音楽、サルサの音楽がかかるかも。踊りたい歌いながら踊りたい、歌いながら踊りたい、相当だな。 The marimba rhythm start to playDance with me, sway with me, like a lazy ocean had a chill. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you.Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. メグはもともとすごく有名な方がやっていたところなんですが、最近オーナーが変わりまして、今も続いているお店です。それから8月7日は高田のパパサニーサイドでやります。それ火曜日かな、9月は11日、神保町楽屋にて、これはレコーディングメンバーでやらせてもらいます。10月は忘れちゃった10月5日、横浜の方の希望が丘っていうところで初めてやります。カスクというところでやらせていただくことになっています。というわけで結構あちこち月に1回、すごい、すごい頑張って頑張っていただきたい、ね、頑張ろうと思います。ぜひ皆さん見に行って、ね、聞きに行ってあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとここでね、コメントをね、はい、あのネットで見てる方から入ってるみたいですけどねそれ以上はオプションですか、うん、それ以上はオプションですかって、サルサのことかな、ひろこさんが踊ってる時にですね、それ以上はオプションですかっていう、男性っていうのがね、オプションってのはどういうこと、脱ぐってこと、いやだから手つないで、手つないだけでレストに来ていただければ はい大丈夫、それ以降の話ですかね、もしかしたらそれ以降の話ですか、分かんないよね、来てもらわないとね、そこから来られないよね、まあ、そこから先はご自身のお力で見てみないと、会ってみないとね、そうですね、やっぱりね、でもお高いんでしょってやっぱ書かれちゃう、お高いんでしょ、2000円ぐらいです。
すごいやりたい。ぜひ千秋さんのね、あのディナーショーとかで踊りたいですよね。なんかコラボとかしたい。そうしたいですね。あと夢は膨らみます。あ本当にね。楽しみ。確かに確かに。どっちがどっちだっけ？こっちが2つ。今ね、そうフレッシュの方からニコニコ、そうニコニコの方が、ね、お高いんでしょうが出てたんですけど、今フレッシュの方からね、ライブ頑張ってっていうね応援メッセージ、あ、ほらなんか流れてきました、いきなりヒロエさんフラメンコもあるよ。その下に MC の方、ゲストの方、皆様美しいですねって、美の秘訣を見せてください。ありがとうございます。タイトルに書いてありますからね、また女子ね、ちゃんと送っていただけると嬉しいです。質問していただいたら答えますので、そうですね、はい、よろしくお願いします。さてここからはトークコーナーに入りたいと思います。テーマに沿ってトークをしていきたいと思います。ひろえちゃんのトークのお題説明お願いします。はい、それでは皆さんにね質問しますけども、はい、まず一つ目、今年の夏にやりたいこと、どういうことがあるか、やりたいことある人、はーい、はーい、はい、じゃあ、ひろこさん、実は私ですね、ずっと髪の毛伸ばしてたんですけど、だ切りたい、うん、切りたい、ショートとかこうボブぐらいにしたい、うん、だけど、この年で切ると失敗すると本当に老ける、うん、から、切りたいんだけど勇気がないんですよ。でもね、本当はね、こうなんかこうちょっとこう、なんだろう、こう、あ、かわいい、かわいい、かわいい、大丈夫、やってみたいんですけど、今切っちゃうでしょ、今切る、なんか皆さんの意見ね、どっちが合うかなみたいな、どっちでもいい、短い方が似合うよとか、ね、たまにはぜひ切ってみたいんですけど、どっちが似合うか、ね、コメントください、番組見てる方もで、ぜひコメントいただけるとね、声出していいですからね、黙ってないで声出して大丈夫ですよ、顔は映んないですけど。大丈夫ですよ、ね、刈り上げにしよう、刈り上げにしよう、なのなんかあの、私ね、昔20歳ぐらいで1回だけショートにしたことあるんですよ、ベリーショート、そう、その時は今みたいなこう、なんていうの、かっこいいショートがなかったから、本当に刈り上げだったの、本当にサザエさんみたいになっちゃって、サザエさん、わかめちゃん、もうちょっとね、ボケてるからね、そうそう、やっぱり40ぐらいにその時から見られてたんですよ、それがトラウマで、トラウマでも切れないの、そうそう、イメージがあるんですけどね、ちょっと切って挑戦してみたいなとは思ってます。じゃあ刈り上げに挑戦ということで、刈り上げ、いきなり刈り上げですか、今年の夏ね、もう失敗したらウィッグかぶる、そうね、エクステとかもあるし、あ、そうね、人のことだと思ってね、さすがにでも刈り上げにエクステはできないよね。そうね、まあいいところでやめて、他に、はい、いますか、他に今年の夏やりたいこと、はいはい、はい、去年の日本大会で着物に目覚めまして、和服がちょっとあの日本の良さをちょっと目覚めたので、今年は浴衣で、あのショーランウェイを歩きたいなと思って、予定もあるので、それどこでやるんですか、東久留米で、あのやります、はい、東久留米、日程決まってるので、決まってます、ちょっとごめんなさい、今忘れちゃった、7月最初に似合いそう、和服が、浴衣でやりますので、皆さんよろしければ見に、そうです、東久留米の市役所公民館でしたっけ、ね、駅から5分ぐらいのところにあるんですよね、なんか詳しいです、なんで知ってんの、東京都東久留米市でやります、あの、ね、知ってんの、九州じゃないですよ、はい、そこが知ってますよ、地元、はい、私はそこの近くのね、あのフィットネスに行ってましたので、はい、ね、はい、ぜひ皆さん見に来てください、まあ、参加者もまだ募集してますので、そうですね、はい、参加しようかな、そう、あ、ぜひぜひ、ね、ぜひ参加しようかな、ね、よろしくお願いします、はい、ね、またコメント来てますよ、何でしょう、
皆さん素敵なので職業柄ぜひセクシーショットを撮影してくださいそれこそ高いですよねそれこそかもしれない高いの高くないんですかみたいなスタジオでお待ちしておりますのでよろしくお願いします今からでも駆けつけてください、ね、考えて取りに来てください他に夏やりたいことある人あやりたいことあります、はい、なんか海辺で歌いたいとありますかで中にあのビキニ着てて、うん、脱ぐみたいなそれはいいねそれこそ撮影やってみたい、うん、それこそあの撮影してもらう、まずね、セクシーショットセクシーショットなんかこういろんなところに地方というかなんかこうなんとか地方とか、うん、いろんなね大阪とかもいろいろあったけど、うん、そういうところに行って歌えたら幸せだなと思って、うん、いろんなところに行って全国でね、うん、全国アンギャ、うんビキニでアンギャ、うん、ビキニでアンギャなのしないよねいいと思う待ってる人はいる楽しみ、ね、楽しみ、はい、エロジャズ式誰がそう確かにまあまあねまあまあねまあまあいいじゃない2枚目に CD 出すならのボンテージおーでジャケ写を撮るっていう話をしていいねいいねじゃあ本当だね1000枚入れたら2枚目作っていいって言ってたんだけど、うん、ボンテージやるなら800枚でいいって言ってくれじゃあ皆さん買ってくださいね今日見に来てる方が1人100枚ずつ買ってくれればもうそれでいけそうですねいや見ている方もね、ぜひ買っていただいてね、うんうん、ぜひぜひねそうですよねはい、ありがとうございます、はい、他ありますかあともう本当にありきたりなんですマリンスポーツのなんか、うん、ジェットスキーじゃなくて、うん、後ろにいるのは、うん、後ろに乗りはジェットマリンジェットマリンジェットをやってみたいですねあー、楽しそう、はい、あとね、スイカ割り800枚売って1枚脱ぐ1枚でいいの800枚で1枚脱い1枚でいいの1枚脱いで上着脱ぐだけとかジャケットの写真がどんどんこう薄くなっていくとか あこれシリーズ化しましょうかいいね最後はフルヌードいやー爆笑なんかすごい別の話でもう今スイカ割りやりたいちょっとやるかどうだったのスイカ割りねやったことあるけど大人になってなかなか、うんうん、スイカ割りやりたいから素朴に確かに子供に帰ってスイカ割りやってみたいな、うん、あ確かに言われたと気持ちよさそう、あのー、最初にぐるぐる回されてね違う方向に行っちゃうみたいなね私はダメだねね気持ち悪くなっちゃう、ねね、中にもねはいありがとうございます、はい、じゃあ次のお題いきますよ、はい、最近したやってしまったこと最近やってしまった、うんやらかしちゃったみたいな感じですか？やらかしちゃったこと、はい、スイカ割って一枚脱ぐ。何でも何でも同じ人じゃないこれ。何でも一枚脱ぐんだ。一枚脱ぐ。割ってのに脱ぐ。あれだ。当てられなかったら脱ぐ。なるほどね。やらかしてしまったことをやらかしてしまったことある人先に挙手で、はいはい、どなたか、はい、じゃあ、よく迷子になるんです私、うん、お店にこっちから入ってで次行くよって戻っちゃうということが多いんですけど、うん、でこの間 CD の、レコーディングに前橋に行ったんですね、うん、で一泊で全員、メンバー3人と私と4人とプロデューサーと5人全員、うんビジネスホテルに近くのビジネスホテルに泊まってスタジオに行ったんですよ、うんうん、であのみんなで1日目の終わりはみんなで並んでみんな並んでっていうかみんなで歩いてホテルまで行って、うんうん、もう本当に歩いて3分から5分もかかんなかったと思うんですよ、うん、でまあ夜だけど、うん、あそこホテル見えるねとか言いながら近いじゃん近いじゃん行こう行こうってでその晩みんなで飲んでじゃあまた明日って言ってちゃんと私もみんなと約束して待ち合わせて行こうって言えばよかったのに、うん、いや大丈夫だ近いからと思って酔っ払ってて気も大きくなってて、うん、じゃあね明日ってスタジオでって言って、うん、朝起きました、はい、一生懸命歩きました、うん、いくら歩けどつきませんどこ行ってたの全然分かんなくなっちゃう迷子でずっと道まっすぐまっすぐ行って、うん、あれこんな大きい道通らなかったよなと思って知らない街だしねしょうがないから電話したら誰も出なくて、どうしたのでそれからもしばらくしたらなんか誰か出たので、うん、でそこの道まで出てきてくれてもう倍ぐらい歩いちゃってた私すご
とっくに通り過ぎてたパターンで、何時に集合って言ってたのに、うん、もうちゃっかり私が一番遅れだと、うん、一番最初に行って発生するねとか言っといて、うん、一番最後に到着してしまった、うん、やらかしちゃいましたね、迷惑をかけました。高校音痴っていうことね、音痴 ね本当にね、飲みすぎちゃったパターンもあるしね、うん、いや飲みすぎなくても方向音痴、方向音痴、うん、全く分かんない。他にやらかしちゃった人、はい、はい、同級生と飲んでいて、うん、上野で救急車に運ばれました。なんで？で、私お酒弱いんですけど、なんか多分上野の、危なくない？上野の人がちょっといるとあれなんですけど、なんか多分食べて調子が悪かったんだと思うんですけど、そんなに飲んでないのに、あの具合悪くなって運ばれました。どうなっちゃったの？東京医科大学とかそんな大きな病院まで連れて行かれて、倒れちゃったの？ER の人たちがいっぱい来て、倒れちゃったの？動けなくなっちゃった？意識なくなった？意識はあったんだけど、もう震えてしょうがなくなっちゃって、もうそれ以来怖いので、ちょっとしかお前はそ、あの運ばれるからちょっとこの辺でやめとけって言われます。疲れてたのかな。そう、多分そうだ、すごい疲れてる時だ、体調が、ね、全然普段はそのくらいだと飲める量なんだけど、すごい怖かった、怖いです、ね、怖い怖い、皆さんも気をつけましょう、気をつけください、ね、今ね、面白いコメントが入ったんですよ、ね、シンガーなのに音痴。方向音痴って言ったら、私が方向音痴っていうことねって言ったら、シンガーなのに音痴って。あー、すごいね、ほんとコメントありがとうございます。ほんとうまいコメントね。ナイスだね。ナイスです。1枚よ、座布団。座布団じゃ1枚。座布団1枚。座布団1枚。10枚貯まると。どうする、これ全部一人の人が全部コメント言ってたらどうしよう。千秋さん CD が1枚飛んでくとか当たるよ。ね、ね、ね、はい、他にある人やってしまったこと、はい、はい、ひろこさん。私はですね、25年ぐらいペーパードライバーなんですけど、うん、車を運転し始めましてですね、なんか計算しちゃうね、思わずね、何歳からみたいな、3歳からね、そうそう、そういうことにしておいてね、で、まあ運転してもう緊張するわけですよ、久しぶりに運転するから、うん、そう、でうちの車ってナビがついてないから、うん、携帯のね、こう地図とかあるじゃないですか、あれをこう私の携帯でカバーが貼り付くやつだったんで、こう窓ガラスに貼り付けて、これをナビ代わりにしよう、運転し始めました、駐車場出ました、お金払わなきゃってガーッ、なんかね、ガガガガガって音がしたんですけど、緊張してるからお金を払うことに集中してるんです。でお金払いました、あ、払った、また閉めようって、ガガガガガってなんか音がしてるんですけど、まあいいやって気にしないで運転してたんですよね。たら地図そろそろ見ようかなと思って、あれ携帯がないなと思って、怒っちゃったのかなと思って、一生懸命運転して運転、ただたまたまなんかメールかなんか入ったんでしょ、なんかピロピロとかなんか音がしてるんですよ、うん、でも携帯がないんですよ、うん、どういうことと思って家に帰って調べたら、結局窓に貼り付けてたから、そのまま下げて上がってくる時にガラスだけ上がってきて、携帯がドアの隙間に入ったって、そんなことある？びっくりでしょ。それでそのまま車屋さんに持ってってもらって、うちのパパにさ、で車屋さんでもこんな人初めてですと、携帯がドアに入るのかと、そんな携帯でドア解体、携帯で、まあ、運よく大丈夫だったの、まあ、だから大変だったけど、携帯が外に落っこちゃったら多分もう携帯はおじゃんだったから、まあ、ある意味良かったんだけど、もう車屋さんもびっくり、うちのパパもびっくり、そうですよね、みんなびっくり、そうですよね、本当に気をつけてください。携帯でドアを解体してしまうってすごくないですか？ね、なかなかない、ちょっといないですよね、きっと、ね、自分でもびっくりした。すごいすごい、そんなことがあるなんて。携帯で解体。なんか語呂がいいね。携帯で解体。もう一回言ってこうか。携帯で解体。はい、ありがとうございます。お後がよろしいようで。他に。他に言っていいのかな。他に大丈夫そう。いいのかな。あの、前置きしていくと、あの普段はちょっとちょこちょいな、仕事はちゃんとできるので、最近した失敗っていうのが、恵比寿でお友達にピックアップしてもらうので、車ピックアップしてもらうので待ってたんですね。でそしたらあと1分ぐらいで着くっていうから、あで傘
さして雨の日だったのに傘さして荷物持ってて友達の車が来たのであ来たと思って傘を畳んでドアを開けて座って荷物を膝に置いてドアを閉めてありがとうって言った瞬間に事件が起きました。そしたら知らない人だったんです。運転してる人が全然友達でもない知らない人でびっくりしてたでしょ。びっくりしてですごいびっくりして、うん、すいませんって言ったらもう固まって君すごいねとかそれはすごいね。で慌てて降りたんですね。そしたらよく見たら車が全然色も違えば車種も全然違うんだけどもう思い込んでるから止まったからそれありえない。止まったからね。もうありえない。くるくると思ったから目の前にはほら横断歩道があって結構止められるのでそれでもう来たと思い込んでもう結構曲がってもう傘さしてもうやってるのでその男の人もそのままもう何も言えない。もう固まってると思うんですけど、なので本当気をつけてください。やらないから。それがすごいハプニング。ね、でもその人もね、なんか一言、えっとか言ってくれよ。なんか言ってくれる。ドアは違うよとか。ドアに、いや、自分で開けて、開けて、自分で開けたのか。そのまま開けて座って、傘ももう丁寧にこの、ちょっととかはなかったのかね。ドア開けた時に顔見ないから。これだって立ってるから、ほら、立ってるからこうね、で開けて、傘も一緒だしね。一応女らしく、椅子からこう、お尻から座って。こういう感じで、ね、助手席乗る時は、運転手の顔ちゃんと確認して乗りましょうってことですね。そうです。はい。ね、その前に車見ましょう。ちょっと待って、新手の強盗ってくる。そう。新手の強盗だそうです。純子さん。ね。強盗にならないように皆さんも。じゃあ、次のコーナー。はい。はい。こうね、盛り上がったところで。はい。はい、それでは、さて、ここからは本日のゲストで、金星術師でもある鈴木純子さんに金星術について教えていただきたいと思います。名付けて教えて純子先生。では純子先生お願いします。はい、じゃあまず、はい、ちょっとお聞きしますけど、はい、金星術、あ、はい、出してもらってね、金星術ってこういう字書くんですけど、はい、金星術って多分皆さんよくわからないと思うんですよね。何か、うん、どういうものなのかちょっと教えていただけますか。はい、簡単に言うとですね、中国のツボとかとアメリカ発祥のカイロプラクティックとかその他の 手法ですね、それを取り入れて発展させたもので、分かりやすく言うと体の中の詰まりとかを取り除いて体の機能を良くしたり運動機能を高めるって、まあ言葉で言うとちょっと分かりにくいのでちょっと絵で説明します。分かりやすく、はい、さらに分かりやすく、分かりにくくなっちゃうかもしれないんですけど分かりやすい、分かりやすい、すごいこれすごい分かりやすいと思うんですけど、これ画伯だからね、はい、これですね、車でも見えます。はい、車でも、まあ、これバスだとします。でバスが止まってしまって分からないとみんなバスから降りて一生懸命押そうとする、動かない動かない、でも一向に動かない。なぜならこのバスの前にもう一個のバスが止まってるので、このバスが動けば自然に動くので、体も同じことで、痛いところとか例えば体の硬い、肩が凝ってるとか分からないで、みんなこの肩が痛いところが原因だと思ってここばっかりこう揉んだりとかするんですけど、でも一向に治らない。実は原因は肩じゃない、違うところにある。なのでここを取り除いてあげれば自然に肩こりも治る。そういうとっても分かりやすいです。はい、こういうことなんですね。はい、なので金星術、体に何でも言えるんですけど、例えば先ほど言いましたけど肩こりって結構一般的に多いと思うんですけど、あと女性はお腹周り、そうすると姿勢が悪くて猫背だと無理にこう肩を良くしようとしたりとか、お腹をへこめたいと無理にこう腹筋をやったりするんですけども、先ほどのようにここを頑張っちゃってる状態なので、ここを頑張ってもこっちを動かせば解決するのに、違うところに何だろう、血の出てないところにバンスをこう貼るようなことをしているので、なかなかずっとジムに行っても体体型が変わらなかったり、ずっと永遠にこうマッサージしてとかそういうことがあるので、解決法としては簡単にあるんですけど、お二人とかお悩みとかありますか。お悩み、ひろいさん。私やっぱり姿勢すごい気にするようになったんですけど、ミセスジャパン出るようになってから、
猫背で昔から、うん、で肩がこう前に巻き型前に行って、あとこう首がねどうしても前に行きやすくて、あのこういうそれを頑張ってこう姿勢よくしようとするんですけど、肩甲骨が硬いんですよ、ね、肩甲骨周りが、はいはい、ここの状態です、ここ頑張っちゃってる、原因は違うところに、ね、はい、うん、どうにかしたい、もう意識してないとすぐ姿勢悪くなっちゃうね、大丈夫です、筋性術で治せます。本当ですか、本当ですか、試しにちょっとしようかって実践に教えていただけるんですか、はい、じゃあちょっ と, ちょっと私たち今日2人ちょっと見せましょうか、たまたまちょっと脱いでいいですか。あのたまたま動きやすい格好してるんですけど、いやたまたまやないやろ、たまたま動きやすい格好でたまたまお揃いなんですけど、かわいい、ちょっとこう私もちょっと先生も今日は先生もたまたま先生もたまたまこれないあれみんなたま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 あたまたますごいの普段見ないですけど、これね、ちょっと後ろもじゃあ3人で並んでみます、はい、ね、たまたまこれね、後ろも可愛いんですよ、本当だ、可愛い、可愛い、私は別に可愛くない先生聞いて、後ろも可愛い、かっこいい、じゃあちょっと、じゃあひろえさん、せっかくなんでちょっとやってもらって、はい、で先ほどの電車の後ろの状態なのでこう後ろに頑張ろうとしちゃうんですけど、原因は多分手詰めてくるんです、原因は前の車両の部分が肩じゃなくて多分ねここが痛いと思う、あ、痛いですかね、ここ痛いそこ痛いで、ここが硬いと結局ゴムと一緒で、うん、ゴムだと伸びるのが木綿糸の状態にこっちに引っ張られちゃってるので肩がこっちに引っ張られてしまうので、うん、こういう場合この状態でいくら姿勢しようと思ってもダメなので、うん、そういう場合は簡単にはここを痛くなくなってくる、今日まで痛いそこ痛いそうです、なので猫背の方まずはここをなるほどやってあげて、揉めばいいんですか、うん、マッサージを軽くしてあげる、はい、うん、あと肩こりにもつながって、ね、脇の方が脇とかこの辺がててそうするとこれが柔らかくなるとグーッと、うーん、そうするとあのお腹もこれ関係ないようでへっこんでくるんです、これ猫背になると手をお腹に当てて皆さんこう猫背に背中丸めてお腹出ますよね、でここを緩めて後ろに行くだけでお腹が引っ張ってくるので、まずここを筋の前にここをやってあげてください、うん、すごいここを緩めと聞いた、ね、あとデコルテもすごい綺麗なんです、うん、皆さんやってますけど、ね、ますいい感じで、ね、一体感やっていただいてます、どうかなってみんなここやってます、一体感で、マスミさんあります、私ね、あの二の腕がね、はい、どうしても気になるので、これからの季節二の腕はみんな気になるな、ねね、しかもほらこれからの季節二の腕出すじゃないですか、出します、ね、どうぞどうぞ、やっぱり二の腕はどうしても、ね、気になるので、ちょっと少し細くとかさ何かこうなるんだ、いい方法が二の腕も一つはこうなっちゃうとここがもう動かない状態になってるので、あとは肩甲骨が硬いと結構水分が溜まりやすくて二の腕も太りやすくなるんですけど、で肩甲骨緩めるで、多分マスミさんここが痛いですかね、分かりやすくちょっと昭和の説明で言うと、怖くないですか、皆さん聞いてから、ね、昭和の説明で水銀の体温計の時ありましたよね、体温計のフル時代、はいはいはい、あれをこの脇の下に刺し、あ、そうグッと入れる感覚で親指を入れて、ダメかもダメかもあ、ダメかも、なになに、多分どこ、あのね、硬くない人は痛くないんですけど、痛い指先まで染み出るんですけど、そう全然痛くない、そこ全然痛くない、違うんだ、人それぞれ、いやそこだここでは関係してきます、ここが硬いと肩甲骨も硬くなって関係ないなんですけど、二の腕にも水分たまりやすいのと、これをやった後に簡単なエクササイズで、手を思いっきり後ろにやって中と外と
これを思いっきりグーッとここから入れて、こう、うん、これでこう、中はね入りやすいです。後ろが行きにくい、後ろが行きにくいで、ここ硬いのでここを緩めていくと、中のがやりにくい。ここでも中と思いっきり中と後ろと30回ぐらい、1回10回を1日朝昼場のご飯食べる前とか習慣づけてあげたりすると全然好き。先生これで回ってるんですか。これでまだね、ここが硬いんで回らないので、肘伸ばして、うわここ痛いです。いやちょっとやばいね、セクシーじゃないから。いやすごい痛い、すごい、少し後ろめでやるんですね、思いっきり引く感じで、あの雑巾みたいにしてる。ああ、なるほど、はい、あ、なんかね、でもこれ後ろにやると肩こりのこの辺からなんか肩甲骨からちょっと動 動かされてる感じ感があるので、すごいあの肩こりもこれ良くなりそう、ね、これちょっと毎日ね、やるといいと思います。そういうこの顔詰まりっていうのが体中全部あるんですね。いやだちょっと全部でも重要になっちゃった。ちょっと立派な形になっちゃったって。なんか誰なんだね、誰これ今右腕やったじゃないですか、はいはい、右と左だとやっぱり左右差ってありますよね。こっちのやっぱり痛いのは痛いです。画伯、私の友達出た純子画伯のコーナーだーって、なんかすごいやっぱり痛いもの、立派な体になっちゃって、立派な体ちょっとすいません、やだ、昔よく知ってるってことだよ。そうそうそう、あら、あの痛いものは痛いです。あとは全部本当にいろんなところで顔とかにも金星術顔とか日曜日っぽいよ。なるほど、あらら、あのすごいね、あのやっぱり人って癖があるんですね、はい、体にね。本当だから顔も全部癒着してるんで、うん、同じ現象が起きてる。顔もやってあげると全然顔が、顔も金星術できるんですか。全然できます。簡単にちょっとあるかな、うん、大丈夫ですよ、皆さん。まず3本指を出して、おでこに当てて、骸骨ってですね、骨と肉を剥がすように、こう小刻みにこう刻みながら、上下に剥がしながら、上までまず上まで上まで剥がしながら、若返ります。本当に若返ります。あとここの骨ありますよね、骨のボコッとなるところじゃなくて、その骨のところ、ギリギリのところを、頬骨の高いところ、うん、ここ変でかもしれない、骨を押す感じ、ここ痛いですこの辺、ここです、ここ痛いです、骨を押す、ここらへんですね、ちょっと軽くここ、はいはい、ここをぐーっと、あー、どこですか、頬骨の一番高い、ここ、あー、ここ、骨を押す、骨の上のところ、気持ちいいよね、気持ちいい、ペペ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 、ここ押して、今度はこの、ここ。ほうれい線が出るだろうと思うところ、うん、それ出てないでしょ皆さん。ここもほうれい線のとこ、ここぐーっと、ほうれい線のところに沿って、あ、そうなんだ、これ軽くていいんですか。軽くていいんです、私の二の腕がたくましい。あとこの関節先生、1日どのぐらいやればいいんですか。これ大体ね、ここのパーツを 3往復ぐらい毎日やると本当に変わってきて、ちょっと今画面ではできないんです、口から中から手を入れてこうやっていくと本当にすごい変わってくるので、で滑舌も良くなるし、声の通りも言葉も良くなるので、やってみてください。
やってみよう。顔全身だから筋性術、筋性術いろんなところで、うん、はい、あれ全部が詰まってるので日々やってみよう、ね、うん、あとあの ね純子さんすごいいろんな資格持ってらっしゃるんですけど、こう見てて、これなんだろうと思ったのがあったんですけど、はい、何ですか、あのピフィラティス、ピフィラティスって聞いたことありますし、ピフィラティスはあるんですか、ピフィラティスって何だろう、骨盤テイキングって分かります、骨盤テイキングとっても大事なこと、トレーニングなんですけど、それがアメリカの泌尿機械が開発して、本当あのデータを取ってる。で、これ2週間続けると全然骨盤テイキングがすっごく簡単にできるので、それどういう風に？これね、本当簡単にするのは、動き的にこう足も開いた状態でこのままこれで一回こうありますよね、プリエって、プリエを吸って吐いてっていうのを10回やったら、今度は下に下がってこれを吐きながら10回、あのいつもやってる、入れてます入れてます、あれ入れてます、あの私あの毎週ね、純子先生のカロリーバーナーやろっていうレッスンに通ってるんですけど、その中でやってる、あれ入れてます、あれ入れてます、結構きつい、もうゆっくり10回やって、ほんともうももというかここまで下がっちゃう、ここまで下がってゆっくりやって、今度ここまで下がったら床と水平になるまで10回を1日3セットやっていくと、骨盤底筋群、本当に一般の方、これから皆さん年齢重ねてもあの尿漏れとかそういう予防にもなってくるので、あの動きで鍛えられてるんですか、そう、あれ入れてます、それを、結構きつくないですか、っていうかね、太ももがきつい、ね、なんかどこに意識を持ってたら、全然スクワットみたいな、イメージはね、壁、後ろに壁があると思って、壁を擦るようにこう下がる感じ、下がる感じ、本当に真下に細い壁の間を下がって上がっていく感じ、まっすぐで吸って吐いてをゆっくりやって、下で自分がボールになったイメージでこう弾む、はい、あのレッスンの時はこう股をこう広げるじゃないですか、あれがプラスオリジナルあれはオリジナル入れて、あの内ももが細く、あ、素敵、あれにあれオリジナルでつけて、すごい、めっちゃあれ一番きついです、結構ね、ブートキャンプっぽいちょっと、はい、レッスンで、あのね、膝を床に水平になるまで、はいはい、そうそうそう、これもう太ももプルプルになっちゃう、でも私あれ太もものあの運動だと思ってた、あれ内側、ひろみさんここ手がね、いつも肩動いちゃう、今ちょっとダメだ、顔ちっちゃくダメだ、ちょっとやってみる、ちょっとやってみる、あのちょっと広い、ちょっと何がダメだった、吸って吐いてっていうのがちょっと呼吸法もわかんない、呼吸もちょっとわかんないんで、ひろみさんとかちょっと、ひろみさんこれでこうやって上がるときに、ひろみさんっていつも手がね上に上がっちゃうんです、これこうやってこれ上げちゃいけないの、このままで開く、もっと開いて、お尻つかないのだから開かないで戻して、こう戻して、それで連続で1でボールになるようにトンボを置いて、あー、きついね、きついね、きつい、かなりハードね、股関節が硬いから広がらない、いやいや、すごい、すごい、広がらない、そっか、手を上に上げないと、ね、ここの股関節が、ここ緩めると股関節が大事、そう、股関節が、そう、これは筋性術で、筋性術、あとは股関節が大事な人は足の、ここの股関節緩める、ね、足、そうそう、足首も硬いので、足の指の、ここが薬指と小指の間のここをマッサージして、股関節が大事な、ここをやると股関節が柔らかく、よくこう足と足を合わせた時に膝がこう開かない人とか正座できない人とか、こう足の指のここをマッサージして8の字回していくと股関節やるな、なので股関節のストレッチっていうのはさっきの、バスの後ろをしている状態、なので足のこのやってみて、痛そうですよね、そこで、足のね、痛そう、このね、間をこうね、足の間をこの薬指と小指の間をすると股関節が柔らかくなる、で、これやって数字の8の字やっていくと股関節柔らかくなる、足首を回すような形で、っていうことですね、こういう足首をやって股関節が、足首をやるとこの関節が全部つながっているので、膝と股関節つながっているの、こっちが硬いと硬いので、車のさっきのバスの前の
前側をやるにはここの、じゃあこう一生懸命足広げるあのストレッチをやってもあんまり意味ないことはないんですけど、そっちの方が早い、速攻性がこっちをやったのそっちをやってから試すと違う、全然ビフォーアフターじゃないですけど、全然もう瞬時に違うんですね。やってみよう、本当ですね、すごいやってみますね、ぜひ、ね、意外ね、うん、顔もね、なんかむくみもすごい取れそうですしね、なんかゲストでやね、来てる人もやってくれてるけど今ね、聞いてたらやりたくなる、テレビの前の人もね、やってくれたらコメントいただけると嬉しいな、はい、ね、本当にありがとうございました、純子先生、じゃあ次のコーナー、そうです ね、さてここからは企画のコーナーです。出演者全員でいろんな企画に挑戦していきます。そして今日の企画のお題、梅雨も滴るいい女、ひろいちゃん説明お願いします。説明しますね、皆さんいい女性の表現で水も滴るいい女っていう言葉がありますよね、うん、今日はこの中から、今日この中ね、からその水も滴るいい女にふさわしい女性を決めたいと思います。はい、そして6月といえば今日もね、ちょっと雨降ってますけど梅雨ですよね、ですので、今日は梅雨と水も滴るいい女をかけまして、梅雨も滴るいい女でやりたいと思います、はい、ではあの配ってもらえるものが欲しいなと、はい、配っていただけますか配ってもらえるものを配りましょうか、うん、今ちょっと用意しますね、はい、ペンありますか、ペン、はい、ペン大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます、はい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 、皆さん行き渡りましたか、ね、これね、私たち MC も知らないんですよ、今初めて見るんですけど、はい、どういうお題が書いてあるのかね、はい、ちょっとね、みんなと同じ状態なんですね。で、今日ね、スタジオに見に来ていただいてるお客様にも一緒にね、同じ、今私たちに配られたボードを、ね、はい、皆さんも大丈夫かな、大丈夫かな、はい、はい、じゃあ、今配ったこのねビンゴには女子力に関係ある質問が書かれています、うん、ですので当てはまるなと思うのを丸つけてください、うん、で自分じゃ分かんない、三角がある、そう、三角があるね、三、うん、一つずつ私言いながら言いますので、はい、当てはまる、今まだ書かないでね、順番に行きますからね、はい、で、最終的にこれビンゴになってるので、こう縦横斜めね、丸が揃ったらビンゴになるんですけど、そのビンゴの多い人が梅雨も滴る、梅雨も滴るいい女となります、うん、そして、一番このビンゴの数が少ない人が最後罰ゲームありますのでね、でも嘘はつかないでしょ、丸してください、はい、では早速行ってみます、はい、じゃあ一番左上からいきますよ、はい、料理が好き、丸の人、これ三角はなし、なしです、三角の場合は罰、三角の場合は丸しないでください、好きだけど三角ない、三角なし、三角はなし、丸か、どっちだろう、罰か、罰丸だけ、上手じゃなくてもいいんでしょ、好きなら別に料理が上手とは書いてない、好きか嫌いか自分に悟って、はい、聞いてください、はい、次、はい、ハンカチやティッシュをいつも持っている、
三角の人はダメだよ。三角ってあれ？ティッシュは持ってないでね。ダメだ。じゃあダメ。はい、はい、次3問目。カバンの中が綺麗にまとまっている。これ微妙だね。次、髪がツヤツヤしてる、してると思います。今日はね、ツヤツヤしてる。髪の毛触って確認してる人がいる。ほら、あのトゥルスのはね、でほらできるとかできないとか、髪の毛ね。今日ね。大丈夫でしたね。髪ない人いたらちょっと自信を。そこ言う。そこ。見ちゃったじゃん。みんな髪見てよかったなと思って。そういうこと。ちょっと失礼だったかな。はい、次行きます。姿勢が良い。ああ、これ微妙かな。次2番目の左行きますよ。はい。ネイルが綺麗に手入れされている。はい、丸かバツか。正直にね、三角だったら丸しないでね。チェック入りました。次、ファッションに合わせてメイクを変える。どう？でもほら、口紅の色を変えたりさ。あ、するね。なんかピンク系だったり、真っ赤なやつ。変えてる。そういう時もある。全然変えない。そこまではないかな。ファッションに合わせてドレスが変えるな。それドレスは別だよね。まあまあまあ、ドレスとかはね。ドレス、普段じゃないんだよ。ちょっとやばいわ、私丸が。次。難しいね。服や化粧など周りの目を気にする。うん。気にするね。次、はい、シャンプーはこだわっている。こだわっている。触っちゃう。目先行っちゃった。悩む場合は罰ですね。罰だよね、きっと ね、 ね、悩みながらはね。すいません、はい、あの真剣に丸してたけど、見せながらね。ごめんなさいね、言うの忘れて。見せながら行きますよ、はい、じゃあ次、肘を触るとツルツルだ。ツルツル。これちょっとどこまでがツルツルで、どこまでがザラザラ。これなんて言うんだろう。なんて言うんだろう。ね、あのこの辺ザラザラな人多いんだよね。ちょっと微妙ではない。ね、肘だよ。あと色が変わってたりとか。ないけど、ツルツルなのか。色が変わってたりとか。色が変わってまあね。ね、それはねよくしょうがないかな。ちょっとこれは。ちょっと微妙。体を適度に鍛えてたりする。鍛えてるって。こっち見せてね。自分でもいい。自分でいいんですよ。いいんですよ。自分の家でやって。はい。もちろんもちろん。次、吉野家に一人で入らない。爆笑さん、入らない。入らない。入らない。入ったこと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 ない。本当に？入るよ。次、冬場でも無駄毛の処理を怠らない。これはね、これはね、これ難しいっていう誰か言う。何何？次次次次次ちょっと笑っちゃった。献身的で周りのことが常に見えて。自分で判断するつさ。そうだけど周りからはどう思われてるか微妙。でもほら、自分判断だからいいんじゃない？自己判断だから。自己判断だから。ちょっと、ちょっと嘘はつけないね。突っ込まれる場合もね、会場からあるかも。じゃあ次3段目いきますよ。人の髪型やファッションの変化はすぐに気づく。はい。次も。愚痴や悪口を言わない。難しいよね。これはね、ちょっと難しいですね。絶対じゃない。絶対じゃない。言わないようにはしてますけど。言わない。意識はしてるよね。言わないようにはしてるけど、でもね、絶対じゃない。絶対じゃないね。通帳記入をまめにする。まあまあ、ひらひらってきた。ちょっと小さい感じ。まめにっていうこと自体がね。まめ。次。すぐ出せる場所に裁縫道具がある。うん、でもあるある。
次のこれは次がもう自分でさ言うのはどうなの、仕草に品がある、これはこれ私が罰なんだ、罰ってつけるんだ、そかそか、あ罰つけなくてもいい、丸だけで、丸だけでいいです、笑ってます、すごいね、すごい、なんか私マスミさんすごい、なんかね丸つけたら笑われたの今、丸つけてる、丸つけてる、そう、どうどう丸つけたら笑われたんだけど、だってね今ね考えもせずに速攻で丸してたよ、ああ素晴らしい、すごい、これ罰だったでしょ、じゃあ次一番下の段、聞き上手である、そうじゃないと仕事が務まらない、はい、次、体重があまり変わらない。これいつからの話？いつからの話？いつからの話？いつも、いつも、そうだね。幅が広い。ああ、妊娠中とかめちゃめちゃ太ってた。それは、それは関係ない。ヤベビちゃん分だから。8年ぐらい前まで、あまり変わらないって、そのあまりっていうのがいまいちよく分からないよね。ちょっと想像できない。想像できない。それ以降は変わってないけど。うーん、難しいねこれ。ここ最近の話でいいんじゃないですか。あ、そうですか。そうですね。ね、うん、ね、そんな昔からのことから考えちゃダメなんで。ここ数年変わってないかっていうことね。メイク次いきます。メイクが崩れた顔を人に見せない。人？これ難しい。なんかこれ、いやでもスポーツとかしてたらそう。踊ってるとね、汗が垂れちゃうの。前でもなくなっちゃう。ヨガとかやってるとね。じゃあ罰だな。普段？普段でいいんですかね。踊ってたらしょうがないですもんね。そうですね。じゃあ普段のは普段で。ありがとうございます。家族とまあそういうじゃあ特殊な時を除いてて。家族特殊な時ね。家族特別な家族はだってしょうがないでしょ。家族は家族が人他人に他人ってこと他人に見せないじゃないね。はい。いつもいいの？しない。はい次。いつもいい匂いがする。ああどうなんですか？誰に聞いたの？今誰か聞いたの？誰に誰の？匂いが。いつも周りが判断してる。分かんないよね自分で匂い。じゃあこれ臭い匂いがしてなければいい。みんなで嗅ぎ合って。私何も匂わない。無臭無臭。いい香りする。私この時期服のいい香りする。無臭。踊ったし汗臭い。あでもいい香りする。ほらでもいい香り。シャンプーの香りとか石鹸の香りがするとか私無臭だって。私も匂いないと思う。無臭。じゃあ最後ね、笑顔が自然。これもね、笑顔が自然。ありがとう。もうもうあの目の前でね、これないって言ってくれてる。優しい。優しいね。ね、本当。やばいな、あんまりない。優しい。泣くの、あ、ピンコ、ピンコってない。コメント読んだのが多い、多い。はい。はい。はい。え、さあ、そしてなんかコメントでいろいろとね、今出てきてるんですけど、フレッシュの方から。なんかヒロネさんもうちょっと私に対するコメントがすごいんですけど、どなたでしょうか。今あのフレッシュのコメント上に上もうちょっと見えます。ね、あの切れちゃうじゃないですか。新しいのが入ると。そうです。ヒロネさんボードの字を見て昔を思い出した。誰誰誰誰。立派な体になっちゃう。誰誰誰誰。松本半端ないって。半端ないってってどういう意味なんですか。誰がちょっと自分で読めないから読んでくれ。でもね、ヒロネさん立派な体になっちゃってとかって言われてます。立派っていうのは素敵ってことでしょ。どういう意味なんでしょ。松本半端ないって。昔の体を見たい。そう。違う違う違う。以前の体を見ちゃう体を。ここで今の問題発言。問題発言。なんならあの書いてくださってる方自分のお名前書いていただいて。そこでそこで。ダメなの？ひろゆさん千秋さんって二人のお名前ね。今夜も素敵だわね。あこっちに、あこっち今右に出ましたね。あの右に。どこ行っちゃった？右に。分かんなくなっちゃった。君を思い出して名前を出していただいちゃったよ。で今夜も素敵ですわっていうね。ヒロさん千秋さんってことは誰か共通のお友達ですね。
というね、コメントをたくさん今いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ受け付けます。そしたら、はい、今丸つけたじゃないですか。はい、あの縦横斜めビンゴいくつあるか、こうピーってこう線引いて、一個。ちょっとこれ私あの自分でこう何個あるか。三個。すごいじゃん。あ、赤ペン？まあ、黒でもいいか。うん、黒にしちゃったまま。うん、でも赤だけ。全部黒でもいい。あ、はい。ほらいっぱいある。え、ちょっと待って。まずいよ、まずいよ。縦横斜め真ん中はフリーですから真ん中はいいです。自分には違う違う。そうね、ここをちょっとこれ考えたけど、これもねないと本当は困るんだけどね。できました。あ、でもこれ押してもダメなの。そしたらいいですか、純子さんから順番にちょっと上げてもらって見せます。上げてもらって何個ビンゴがあるか。4つです。4つ。おー、自己評価だから。すごい。何が逆にダメなところ、うん、ダメなところがどこだ。ほとんど丸ってことだね。あ、でもハンカチ、ティッシュをいつも持ってない。ティッシュはいつも持ってない。うん、ハンカチ、ね、でもそれ以外は丸。シャンプーこだわ、全然こだわって、もう本当に何でも、うん、ドラッグストアの何でもいいし、うん、通帳もまめに、うん、花は袖で拭くってことやっぱりでも話しないと、話しないと、初めて台無し。あとそうかな、どうだろう。そんなぐらい、そんなぐらい、はい、4個、ビンゴ4個、はい、はい、はい、すごい、すごい、純子さん4個ね、はい、次、ひろこさん、純子さんの後に出しづらい、1個、ひろこさん1個、1個、1個しかない。正直に書いたつもり。じゃあ逆に丸だったのは何が丸ですか。丸だったのね。結構丸は、丸は結構ビンゴになってない。ビンゴになってないだけで丸はそうだよね。ありがとうございます。そういうこと。そういうこと。なんだろう。カバンの中はね、私ね、あんまり綺麗に整頓できないタイプなんですよ。うん、大きなバッグにいつもレッスン着とかシューズとかバンバンバンって入ってる感じで。うんうん、そうね。そう、それと。愚痴や悪口を言わないというのは言わないようにしてるつもりだけど、うん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 、ちょっと言い訳ではでもたまに息抜きしたくなるから、はい、本当に仲のいい人にたまに愚痴を聞いてもらったりね、旦那のとかね、うん、そうそう、真ん中のここがフリーで、あー、これ、これ1個あるじゃん。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、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 あれ、おばあちゃん目が見えてなかった。ありがとうございます。ちょっと待って、焦ってきた。ちょっと待って、訂正、すごい焦ってる。ありがとうございます。はい、よかった。はい、すみません、1個です。沙織ちゃん、はい、沙織ちゃん1個、沙織ちゃん1個、沙織ちゃん1個、逆に、なんで、なんで、なんで、でも丸はまた多い、丸は多いけど、抜けちゃってるんだ。レッスンやってるので、本当にいけないんですけど、なんかあんまり、でも私から見たら仕草に品あります。ありがとうございます。でもそこが丸だとしてもそこは何か関係ない。そうなの、丸がいっぱい繋がる。そうなの、そうなの、運が悪いの。運が悪い、あるあるある。これ作った人が悪い。あ、そっち、その人との相性がね、悪かったとか、ね、ちょっと不安、怖い、ドキドキします。次、あの、じゃあ千秋さん、はい、3つ、すごい、すごい、3つ、すごい、なんで、えって驚くの。なんで驚くの。なんで驚くの。なんで、なんで、なんか私もこの仕草に品があるちょっと迷ったんだけど、ね、迷う、言われるけど、ね、自分ではちょっとそうでもないかなって。でもこれ丸だったら、ね、そうね、4つ、もうこれ何しろこれよ、吉野家って入る、絶対一人入る、松屋とか吉野家とか入っちゃう。ほんと、すごいね、かっこいい。行きますよ、簡単に。どこでも一人で行きますよ、一人で、一人で、すごい。居酒屋も行きますよ、一人で。かっこいい、かっこいい。何でも一人で、一人で旅行も行っちゃうし、ね、まあ旅行はね、ね、もう平気で行っちゃいますからね。いつもいい匂いがするわね、ちょっと今そう、無臭だったので、ね、ごめんなさい、あの私が評価を下げました。無臭って言われるので、まあ、こんな感じで、はい、あ、でもそうだよね、これが丸あったらここで、もしかしたら、これもだと私のせいかな、これとこれ両方だと、すごい、ごめんごめん、私のせいかな。いやいや、全然全然全然、ほとんど丸、無臭って言っちゃって、正直、はい、じゃあ、私3だよね。そう、はい、はい、私が4、すごい、ちょっといい、4つ、はい、まさかの横いける、ん、横、ま、え、横、真ん中の横、あ、じゃあ忘れてました、すいません、
斜めはいけない。お、斜めいけなかった。すごい。すごいね。すごいな。あ、すごい。ちょっと会場にも求めながら、うんうんって反応を見ながらね。そうだよねみたいな丸もさ。それ無理やりうんうん言わせてなかった。言わせてない。言わせてないですよねみたいな。怖い。そこでまた、ね、首横に振らまってみたいな。下向いてます。皆さん目そらさないみんな、ね、目合わせないでなんかそらされてるはい、5つでした。ありがとうございます。ありがとうございます。次、最後私ね、はい、ちゃん私ね、2個2個仲間んうんって違うんじゃない。ここもだってあ、ほんとだ、3個だ、3個、ごめんごめん、3個だった。3個です。これさ、運良くない？運いい。だってどう見てもこっち側で、そうだよね、正反対だよね。多分数から言ったら、抜けてるところ分変わらないと思う。そうね、あ、丸の数ね。そう、丸の数から言ったら、丸の数は変わらないのに、1個と3個。そう1の問題ね。で、1の問題ね。じゃあ私は運が良かったんだと思う。ありがとうございます。作った人は。ということで、一番多いのはますみさん。ありがとうございます。ということで、ますみさんが梅雨も滴るいい女。ありがとうございます。梅雨も滴るいい女いただきました。おめでとうございます。一番少ないのはあれ、かおりさん。一応ずぶ濡れ女ということで。ずぶ濡れ女。いいさあ、ずぶ濡れ女。で、今日の罰ゲームは。罰ゲームがある。何罰ゲーム？罰ゲーム何でしょう？一番女子力のない。ない。沙織さんに。何か。何だろう。さあ、ちょっと。何だろう。あの今。どうしよう。用意させていただきます。なんか電気ビリビリと。何？何ボルトまで？何ボルトまで？何ボルトまで？OK ですか？沙織さん、何ボルトまで？沙織さん、何ボルトまで？沙織さん、あの何ボルトまで OK なのか？それちょっと申告していただかないとちょっとね、そうですね。確かに。大丈夫大丈夫。何しても美しい。あんたなってないでしょ。大丈夫そうですかね。全然。じゃあ、あのちょっとこれを持っていただいて。ご自身で、はい、準備ができたら OK というふうに言っていただいてよろしいでしょうかね。心の準備が、はい、OK です。 OK です。心の準備、はい、皆様に披露せーの、3、あ、ごめん、1、9、そういうことです。どうぞどうぞ。カメラに、かわいい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 、中野の駅まで。中野の駅まで。ありがとうございます。とんでもないです。素敵なメイクをしていただいて。美味しい、一番美味しいってやつ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ここに大丈夫ですか？いいですか？はい。だからもうボードは。そうですね、ボードを預かりしますね。これは私はずっと最後までつけてなきゃいけないっていう手ですかね。手ですかね。こういうまで、もういいです。どういうことでしょう。もういいですよ。もういいですよ。蒸れる感じ。じゃあ、もうそのゲームは取っていただいて。はい。蒸れた。ありがとうございます。はい。すいません。ありがとうございます。もう撮っても大丈夫です。すいません、もう撮ってるんですよ。撮ったっていうのが、ああ、なるほど。ありがとうございました。さあ、それではですね、もうあと残り時間がですね10分になりました。早いですね。ここでですね、ひろえさんの方からまたね、番組のご案内があります。はい、はい、それでは、最後にまたね、スポンサーの紹介させていただきたいと思います。
この番組は地下鉄三田駅徒歩3分美しい歯並びと歯の白さを実現できるピュアリオ歯科と新宿駅東口徒歩5分シミシワたるみはもちろん血液をきれいにする血液クレンジングなどハッピーエイジングを応援するセンススキンクリニック美容皮膚科の提供でお送りしました。はい、ここで番組をご覧の皆様にスポンサー様より素敵なお知らせです。はい、お願いします。今回ね、協賛していただいた、はい、ピュアリオ歯科様より、はい、今回この番組素敵に見せてを見たと言って予約していただいた方先着5名様に、うん、ホワイトニング初回 40% オフにさせていただきます。すごい、はい、行きたい、はい、行きたい。そして、うん、そしてもう一つね、もう一つ センス、スキンクリニック様より、うん、同じくこの番組素敵に見せてを見て見たと言ってご予約いただいた方先着5名様に、はい、イボほくろ取り5cm×5cm モニター価格2000円でお支払いいただけます。はい、うん、そしてね、安いですよね、すごい。そしてなんとスタジオに今ご紹介したピュアリオ歯科様の院長先生ご夫婦がいらっしゃっております。ぜひこちらの方へお越しください。院長先生ご夫婦、そうだったんですか。 そうなんですよ、ご夫婦で。どうぞどうぞ先生、どうぞどうぞ。せっかくですから映ってもらって。はい、先生どうぞ。立ったままじゃダメ、立ったままじゃダメ。すいません、すいません、立ったままでね。はい、立ったのときつい。すごい、はい。実はね先生、はい、今回5名様、はい、ね、先着でってありますけれども、はい、私悩みがあってですね、はい、やっぱり歯をね白くしたいんですよ、はい、ね、なのでその中のさっき の, あの 先着5名の中の1名に、はい、ぜひ入れていただきたいんですけど、はい、いいですか。さあ、そう、ね、いい、私入りますよ。いいでしょ。私も入れてほしい。あれ、ちょっと待って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 、私もやってるんですけど今先着5名なんで、1、2、3、4、5。え、まずくない。ちょちょ、これで5名なので。本当だ。どうしよう、あのどうしよう、先生どうしよう。あの、皆様特別に、すごい、太っ腹。そしたらさっきのね先着5名様と別枠で今日のゲストの皆様も同じように初回 40% オフ。すみません、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、あの5名全員枠取ってしまったので、あなた別で、じゃあ、あの5名様お電話あったらよろしくお願いいたします。あの皆さん、あの合言葉分かってますか。素敵に見せてを言わないとダメなんですよ。予約してくださいね。はい、ピュアリオ歯科さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、素敵な先生で、ね、素敵なご夫妻、ね、素敵な先生です。ご夫婦でね、奥様もね、で奥様はね、あのミセスジャパンの方にもね出場していただいて、ね、そうなんですよ。ね、そうですね、ここから、エンディングね、あとね5分少々になってしまったんですけれども、皆さん告知の方で、なんか告知ある方、告知感想、何か感想、うん、ある方、告知がある方、ま、告知からどうしましょう、うん、なんかあります、あの告知、さっきのもう一回、うんうん、なんかいろいろと消えちゃったけど、はい、さっき消えちゃいました消えちゃいましたけど、また、はい、ですね、今
FM 八王子毎週日曜日の6時半から関節夫のココトバウェーブというもので第1日曜日ナビゲーターをやっておりますので、次回が4月1日になりますので、ぜひお時間あったら聞いてください。あとですね、レッスンがですね、パーソナルトレーニング主にですね、六本木ウェルネススタジオで行っていますので、よろしくお願いします。それと最後ですね、もう一つ、インスタがじゅんこいち鈴木で、検索していただきますので、フォローの方よろしくお願いします。はい、はい、関さんは何の人なの？はい、関さんはですね、短歌アーティスト、短歌って結構心に響く短歌を皆さんにお届けするんですけども、結構温かい短歌を音楽に乗せて届けて、それでその後に、ナビゲーター、毎週違う方、いろんな方が専門分野のお話をするんですけども、すごくこの短歌も本当心の処方箋という CD も出されてますので、でも心温まりますので、はい、ぜひ聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあひろこさん、はい、すみません、お願いします。ダンススタジオエスパイア、ひろことかサルサとかですね、検索していただくと出てくると思うんですけれども、さっき言ったね、なんだろう、本当に肌と肌が触れ合うコミュニケーションね、肌と肌、手と手が、ちょっと言い方間違えましたね。誰でも楽しめる、サルサをね、ぜひ体験していただきたいなと思います。そして6月の30日土曜日ですね、 SHJ といってサルサホットラインジャパンさんというところが、今年初めて作った2人合わせて110歳ペアっていうサルサのコンペティション、あるんですね。それに私が今、48歳で、私の生徒さんで69歳のランディヒデちゃんって人がいるんですけど、2人合わせて117歳ということで、それにチャレンジすることにしました。なのでね、もうなんか順位とか気にせず、サルサはね、年を重ねても楽しめるんだよってところをちょっとこう披露したくてチャレンジすることにしましたので、ぜひね、応援しに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、すごい、メイビーバディをしていただいてね、はい、最後にね、メイビーバディを出しちゃってね、オープンでありがとうございました。さすがです、年齢 ね、そこ言わないと次のイベントね、差し替えますからね。あと告知ある方はサルちゃんがいる千秋さんの方お願いします。告知させていただいちゃって、私、ジャズ歌っていて CD 6月20日に大丈夫、ありがとうございます。6月20日に発売になっております。こちらファーストアルバム、ファーストアルバムは1回きりなので、ぜひ皆さん、聞いていただきたいです。それはないということで、はい、ぜひ聞いていただきたいです。あと先ほどラジオとかいろいろなお話をお伝えしたんですが、全部ホームページの方でご覧いただけます。博士千秋で検索していただくか、office-chiaki.jp こちらの方から見ていただきますと、ここに全部情報入ってます。ラジオも、ジャズのライブについても入っております。あとインスタも千秋 13a で、検索していただきますと出てきますので、こちら割とプライベートなことというか、普段の素顔を見せていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、 CD は Amazon 明石千秋で検索して買ってください。 CD Amazon Amazon で検索、 Amazon 明石千秋で入れると出てくるはずです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあんまり時間ないけど、最後にねコメント入ってまして、純子先生最後まで長袖羽織らず、さすが濁った私たち、私たち来ちゃったから、対抗して、対抗して更年期障害でついたけど、あーもう優しい、そういう言い方してくれて、もう心遣い素敵ですね。ね、2回目迎えた、ね、それでは、ね、はい、次回ね、次回の告知が、一応次回の放送、はい、日程決まってまして、はい、次回の日程が7月の13日金曜日夜8時から放送します。ぜひまた見てくださいね。はい、はい、それでは最後に素敵に見せてをみんなで一緒にやりたいと思います。はい、せーの、素敵に見せて、ありがとう。まだ、じゃあもう一回、何回言ってみましょうか。まだ20秒まで。7月13日もね、皆さんぜひ見てください。ぜひ見てください。はい、それでは、はい、やってしまいました。早すぎたね。